鬼蜘蛛は、節足動物文句もつなモ蛛クモモクコガ金蜘蛛科に属する蜘蛛の一種、デイニアスベントリカスス、エルコッホの和名であるが、同時にこの属の名でもあり、この属のものは、ほとんどがこの名に就職語をつけた和名を持つ。さらに、コガ金蜘蛛科には、ヒメオニグモ属、カタハリオニグモ属、ズグロオニグモ属など、オニグモという名を持つ蜘蛛が、数多くいる。 鬼雲はこれらの総称としても使われる。講義に見た場合、その内容は多岐に富むが、基本的にはいずれも垂直丸毛を張る雲である。以下は鬼雲を中心として、その他の大型の鬼雲類についても記す。鬼雲は大型の増毛性の雲である。体長はメスで三十ミリメートル、オスでも二十ミリメートルに達する。ただし、個体差や地方変異が多く、 全身が黒褐色から黒に近い色のものから茶色のもの、緑がかったものまで様々なものがいる。頭胸部はやや扁平で、頭部分はやや幅が狭い。目は8個、4個ずつが前後2列の配列で、個々の目はやや突出する。足はよく発達しており、各節には間半がある。腹部は丸みを帯びた三角形で、前の上面両側にはっきりした突起がある。 それより後方には背面中心線を挟んで左右に波状の模様がある。虚子のある紅葉樹の葉のような形なので、この模様を葉状藩と呼んでいる。蒸気の形態はメスのもので、オスではおおよそ同じながら、所持より簡単になっている。日本全土に分布し、人家周辺から山林にかけて生息する。生態が見られるのは夏で、 8月から9月に産卵する。卵は、扁平な卵の落とし、壁や樹皮などに貼り付ける。幼体は年を越して、翌年2月以降に卵納を出て、夏に成熟する。下記にもあるように、昼間は網におらず、夕方から網の中央に移動して、捕食活動をする。鬼雲は夜間の見縁網を貼るのが普通である。網は大きなもので、垂直に貼られる。網の目は、かなり荒い。 普通は昼間は、軒下などにじっとしている。泊まる場所には、糸で、すり鉢状の居場所が作ってある。暗くなるとそこから出て、網を張る。夜明け前には網を張るのと逆の手順で網を片付ける。網を張るのは30分ばかりしかかからないので、例えば夕方には何もなかったのに、暗くなって、外に出ようと扉を開けると、目の前に大きな雲の巣が、というようなこともありがちである。 ただし、すべての雲が、このように規則正しく夜だけ網を張っているわけではない。地域によっては朝に網を畳まない例もある。また、たまには薄暗いところで昼間に網にいることも、観察される。個体の成熟や環境条件などが影響するとも、言われる。網を片付けるときに、その網をどうするかについては、ちょっとした問題になった。昆虫期で有名なファーブルは、口日の庭鬼雲を、 観察し、網を片付けることを観察したが、雲は片付けて作られた雲の網の糸の丸めた、塊を食べてしまう、と報告し、また、お腹から作り出した糸をまた食べて、夜には再び糸として、使うのだから大したものだ、などと述べた。しかし、後の雲学者には、この記述に疑問を持つ向きが多く、実際に観察すると、丸めた糸の塊をしばらく口に加えた後に、 はじき飛ばす、との報告もなされた。また、丸めた糸のところに食べ残された小さな虫などがあった場合にはそれを食うことも観察され、おそらくハーブルはこういうところを見て誤解したのだと結論付けられた。ところが、その後には鬼雲が実際に網を食うことが証明された。これは、蜘蛛の網に放射性同位体を与えて、それが蜘蛛に取り込まれ、さらに次の日の網に、 それが出てくることを確認する形で行われた。つまり、ファーブルの言っていたことが正しかったわけである。実際には、網を食わない蜘蛛がいるのも事実で、種によって異なるようである。鬼蜘は個体変異や地方変異が多く、以下の2種は別種として扱われている。他に、大型の鬼蜘蛛としては、以下のようなものがある。庭鬼蜘先に述べたように、 鬼雲と呼ばれる雲の範囲は広い。ここに、その代表的なものをあげる。キバナ鬼雲。ありがとうございます。